砂のドラゴンということで、サンダードラゴン的なね。プレイ。ここだな。当時置いていくんだけど、これを置くと動いちゃう。うわー、どうなんだろうな。ない方。はい、どうも、皆さん。マグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。砂無限が作りたいがためにエンダードラゴンちょっとやっつけてしまいました。そんなに苦労せずというか、まあ何回かやられましたけれども、そんなに苦労せず倒せたなという印象でございます。ってことでですね、ここに砂無限を作っていきたいんですが、今日はね、場所確保もさることながら、材料を取りに帰ったりとかしないといけないというところもあります。こちらのチャンネルはマインクラフト動画を毎日、ほぼ毎日、年末年始に除くほぼ毎日お届けするチャンネルでございます。私が、中の人、マグニ、以後、面白い勢いをよろしくお願いします。というわけで、帰るか、行くぜ、やってまいりまーす。ショートベッドを潰したので、自然的に、帰ってくることができます。見てね、幸運のツラシがなくなった。激戦の末、幸運のツラシがなくなってしまっております。ただいまー。まあまあそこそこだな。あー、サボテンが潰れてるわ。かまどに関してもあれじゃダメなので、どうにかしていかないといけないというところもあります。今日はですね、砂を無限にするためにもう一度あそこに舞い戻らなければならないんですが、まあ言っちゃえば、まあ簡単に準備してもう一回舞い戻って、馬が向こうにいるので歩いていかないといけないという、こともあります。さあ、それでは適当に準備していきたいと思います。しばらくお待ちください。はい、準備できました。はい、これだけ持ってきゃ、大丈夫。あ、結構歩いていくの遠いんだよな、これまた。すいませんね、移動ばっかりで。エルトラ取っちゃうか、もう。エルトラ取っちゃうか。どうすか、皆さんのコメントで決めよう。エルトラ取っちゃってもいい、もう。コップンと、砂を適当に。はい、もうこれで皆さん、もう砂を掘ることがもう、金輪際なくなってしまいますよ。で、この赤砂でもガラス作れたっていうね、コメントもありましたね。そう言われてみりゃそうだな。あとは、コンクリートパウダー作るのに、確か砂利と砂と染料で作れたと思うので、うちの倉庫にある染料を持っていきましょう。ここだな。緑の染料、そして白はコップンで作れるでしょう。はい、染料が今5つできました。全部揃えるのは無理にしても、ある程度は揃えておきたいよねということで、まあこれぐらいにしよっかね。じゃあ、あとはここにあるものも引っ張り出して、土だね。草ブロックじゃダメなのかな。普通の土の方がいいのかな。ね、馬2頭で帰るわけにいかないから、結局でも向こうからさ、ワープして帰ってこれるんだよな。お馬さんはどうなるんだろうな。エンドでさ、に馬連れてって、そのまま一緒に帰ってこれたりするのかな。ちょっと試みてみるか。ほんとにね、これネザーに入れりゃもっと早いのよ。すべてはネザーアップデートのせいだからね、これ。はい、カープで来い。今回作ろうとしてる砂無限はですね、あまりにもその、気候としてはすげえ簡単なので、サクッとね、作ってる様子もお届けしようと思います。やっぱツリーファームに関してはですね、あんなのね、動画にならないよ。下手したら20分から30分とかになっちゃうからね。全部使おうってことになると。到着。スペースなんだけど、1,2,3,4,5,6、はい、ぴったり。適当に掘ったのがぴったり合ってた。つうかさ、馬がどこにいるんだよって話になってくるな、これ。じゃあ、上から降りてくれるようにしたいから、やっぱり、こっからもう階段でこう登れるようにしよう、上まで。ね。掘って。まあ大変だけども。そんなこと言ってられないので、私、それはもう言ってられない。こんな感じで、こことかも全部閉じちゃって、こうして、登っていけるようにすればいいんだよね。馬が通れる高さじゃないといけないので、そうだな、やっぱこれぐらい必要なの。いや、せめてね。うん。たくさん掘っといてあげようよ、馬のためにも。ずーっと外で待たされてるわけだから。はい、ご覧ください。階段を設置いたしましたよ。これぐらいのスペースがあれば、まあ、馬もね、で入れてくるんじゃねえかと。まず、馬を探さんといけないっていうのがあるから、まあ、せっかく今、寝たんでね、明るいうちに、馬探しに行こう。名前つけたいね、そろそろね。もうそろそろアンケート結果開票してもいいかもしれないね。今日かもしくは、まあ、次の動画あたりでですね、なんとか、開票してですね、名前発表していければなと思っております。しばらく待たせたな。はい、発見。あ、なんとか、ダメージを食らわずに、ギリギリだけど降りれたな。登れる？あ、登れるし降りれるし、完璧だね。うん、一旦ここで待っといてもらおう。連れていけるかどうか。ちゃんとやるから。じゃあ作っていこうね。で、ここ潰していこう。1,2,3。これだね。ここに、こうして、で、多分いけるはずなんだ。ほら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 。
よし、問題ね。だからこちら側と、で、さらにこっちだな。簡単だね。これがね、一時できなくなったんだよね、みんなね、確か。で、この2辺だけでいいと思います。そんな難しいのを作るつもりもないですし。まあ、説明は雑になると思いますけれども、一応、参考にした動画、過去に同じものを作ったと思います。作ったことあると思います。気になる方はですね、参考動画をご覧いただければと。おめえの説明何にもわかんねえっていう人がいればね、ぜひ、そちらで見ていただき、まずはね、この、三つ、こう、枠見えてるのわかります？この、こうですね。下に置きますね。で、ここに、スライムブロックを三つ並べる。で、この、粘着ピストンの下にブロックを置いて、で、そこに、はい、三つ引くでしょ？ここもだな。で、こうね。リピーターを、こっち向きです。遅延最大でございます。で、次に、ここ、2個上のところに、トーチ置いていくんだけど、これを置くと動いちゃうので、これを最後に置くとして、おいで、こうだな。で、一応下見えるようにしとこうか。こうやっとこう、こうやっとこう。こういう風な作りになってんだよっていうのが分かるようにだけ一応しとこう。で、ここが普通のリピーター。それで、ここにもパウダーを置いて、次は、この上なんだけど、ここはトーチを置くところ。で、こう、2マス置いて、ここはリピーターで、2チックです。で、ここに、パウダー。ほ、ほ、よいしょ。もう一個上げる。で、取る。で、あそこにですね、粘着ピストンを、1、2、間違えた。2、3、置いてください。ここ取るでしょ？で、つけていくんだけど、こことだね、こことだね、もう一個同じのこっちに作るんだけども、あ、で、ここ粘着ピストンね。で、取るね。お前、うぜえなぁ、マジで視線が。視線がマジうざいんだけど。で、ここにも、スライムブロックを3つですね。これでも動くんじゃないか？簡単に言うと、レバーでここをオンにしといて、トーチを、こういう感じにしといて、ずれちゃったね。そう、で、ちょっとね、ミスるとね、動かなくなるんですよ、これ、こいつ。あ、動いてね。あれ、あ、そうそう、あ、そうだ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。松明じゃなかった、こうだ。松明が必要なのは、一番上だった。ほっ。こういう感じですね。うん。いくよ。ほら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 。この、見て。この砂の動き。一瞬入るべ。ズームするから。一瞬この、ポータルで入るんだけども、下のスライムブロックに捕まえられるっていう。そういうなんか、都合のいい砂みたいな。都合のいい砂、はい、ね、オフにするタイミングをどっか間違えると変になっちゃうっていうのが、あります、正直ね。でもう一個作るか、待ってね、こうすると、で、それでは、レディーゴー。あ、はい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 、これいいね、これいいね。さあ、ほんで、あ、リスポーン地点設定しといて、いきますよ、入ります、ほっ。やっぱ止まるね。しかも砂利来てないね。あれ？砂利来てないぞ。動いてはいるけど。ああ、なくなってる。おい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 。まあ、手な具合で。まあ、いろいろ問題はあるけれども、一応まあ、増やせますよと。ジャーリーをちゃんと増やしたいな。なんで増えないんだろうな。もう一回入って、あ、ちゃんと増えてるね。増えてはいるね。あ、増えてる増えてる増えてる。砂利も増えてる。まあ、少ないけどな。で、見たやつだと、ここにさ、こうなんだよね。ここで勝手に吸収されていくというか、わかんないよ。これでうまくなるかどうかは、ちょっと定かではないんだけれども、こうやって外に出ないようにだけしといたら、うまく砂が勝手に集まってくれるとは私は思っているのだが、ここはもう押さえとかないといけないかな。じゃあもう一回。これラスト。はい。これで一旦止めるよ。そこそこ動かし、あ、潰れた。いきますよ。もう一回戻ってきますけど。あれ？やっぱちょっと入ってるな。うわー、どうなんだろうな。ない方がいいのかな。まあいいや、その辺の検証はとりあえず今日は覚えとこう。増えることはもう確実に確定しましたんでね。ありがとうございます。さあ、最後の検証やりましょう。わりかし危険な匂いはいたしますが、私が皆様の代わりにチャレンジしていきたいと思います。よし、これを取り。では、
入りますか。君がいいオチを作ってくれるのかどうか。行くよ。それでは皆さん、行く。あ、気持ちいい。気持ちいい。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。ほな。